皆さんこんにちは。こんにちは。湘南 AGA クリニック統括院長の斉藤とアシスタントのキラッパちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では今日の、テーマはですね、何でしょうか。はい、こちら、皆さんこんにちは、ドクター斉藤です。今皆さんは閉じ込められている状態ですね。ここから出たければ私が出す AGA の質問にちゃんと正解をしてください。皆さんは今まで AGA のスタッフとして、しっかり AGA を学んできたと思いますので、答えられるはずの問題を出します。よろしくお願いします。 AGA の正式名称で正しいものは、1アンドロジェントルアロペシア、2番アンドロジェネティックアロペシア、3番アンドロジェネリックアロペシア。答えは2番です。アンドロジェネティックアロペシアってですね、アンドロっていうのはアンドロゲンですね、アンドロジェンですね、アンドロゲン、これ男性ホルモンっていう英語ですよね。で、ジェネティックなので、アンドロジェネティックなので、男性ホルモン由来のアロペシアっていうのが薄毛症とか、ね、脱毛症という意味なんです。だから男性型脱毛症を AGA と言って、アンドロジェネティックアロペシアを略してるんですね。 AGA は頭頂部から薄くなり始める、丸か×か。答えは AGA は、ハミルトンの分類っていうのがね、ありますけども、あれのいわゆる最初の、2段階とか、ね、1段階、2段階、3段階とありますけども、っていうのは最初ここの M 字の部分の変化っていうのを見てるんですね。だから AGA っていうのは最初はここの辺、前の方から始まる。で、気がつくと、なんか M 字がこう透けるようになって、こんなに後退したのかなっていうので相談にくれる、見える人が多いんですね。で、逆に言うと頭頂部にも所見がある人というのはかなり進行した状態って考えた方がいいです。この番組が面白い、ためになると思ったらグッドボタンを、もっと見たいと思った方はチャンネル登録をお願いいたします。番組に取り上げてほしい内容や質問がございましたらコメントをください。次回も僕のことや治療、疑問、職務に関する話をしていきたいと思いますので、お楽しみに。それでは、さようなら。さようなら。